はい、こんばんは。今回はこちら、シマヘビの動画です。これね、もう早速見てもらったらわかるんですけど、飼育してたシマヘビが産卵しました。はい。でね、5つの卵があるんですけど、これね。で、産卵したわけなんですけど、正直ね、ちょっとだけ予兆みたいなのがあったんですよね、産卵する。餌食べなかったりとか、あとやたらね、なんか地面掘るなって思ったんですよ。このヤシガラチップ。で、そっからずっと動かなくなったんで、もしかしたらって思ってたんですけど、やっぱ産みましたね。で、これ卵なんですけど、なんか思ったよりも、でかいし、結構細長いですね。まん丸っていうよりは、楕円形に近いんかな。そんな感じの卵です。で、これ下にもう一個あって、合計5個あります。5つの卵を産卵しました。で、これね、シマヘビ。ずっと卵産んだとこから離れないんですよ。で、一回ね、卵を見ようと思って、持ち上げようとしたらね、この卵、噛みついてきましたね。守ってんのかな?ちょっとわかんないですけど。結構気性が荒くなってるんですよね、今。で、シマヘビね、せっかくこうやって卵を産んでくれたんで、この卵はね、孵化させようと思います。で、正直そんなに僕ね、シマヘビ飼育歴も長くないし、産卵もね、もちろん初めてなんで、ちょっと不安なんですけど、とりあえず卵を別の容器に移します。はい。で、卵を管理する容器がこちらです。もうこれ普通に100均のタッパーなんですけど、その中に水苔湿らしたやつを敷いてるだけです。で、この中に卵をこうやって並べていきます。で、卵ね、なんか上下とか、ちゃんとしないといけないみたいなんで、それはちゃんと、印とかつけて、卵を置いていきます。はい、なんとか、シマヘビのところから、卵をこっちに移すことができました。で、これね、卵4つくっついてるんですよね。で、調べたところ、くっついたままでもなんとか大丈夫ってことで、このままにしときますけど、なんかもし間違ってたら教えてください。で、1個は、離れてたんですけど、多分これが上なんで、この状態で置いときます。いや、これ大丈夫かな?で、多分有精卵なんで、生まれるとは思うんですけど、いや、管理がね、どうなるかなんですよね。まあ、調べた通りにはしますけど、ちょっと不安ですね。いや、本当に素人なんで、なんか間違ってることとかあったら、コメントで教えてください。はい。というわけで、今回は、シマヘビが産卵したっていう動画でした。で、これからね、もちろん、ちゃんと卵の管理はしていきます。で、産卵したシマヘビね、多分体力が結構落ちてお腹も減ってると思うんで、後でね、餌与えときます。はい。ってことで、今回の動画はこんな感じです。で、これからもね、卵に何か変化がありましたら、動画にしますんで、もしよかったらね、チャンネル登録して、これからも動画ご覧ください。で、このシマヘビだけじゃなくて、他のヘビの動画も、アップするつもりなんで、ぜひね、楽しみにしておいてください。はい。ということで、今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。